こんばんは。ちょっと歌いますよ。こんばんは。ゆったり配信あります。こんばんは。こんばんは。弾き語り配信あります。いきなりの。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ライブ良かったよ。グッズ良かった。ベイビーフェイス、こんばんは。投げ銭ライブだ。これが投げ銭ライブです。こんばんは。落ち込んでたから、こんばんは。弾き語り配信、お茶爆買いざんす。お茶爆買いざんす。精神薬買いざんす。俺だって金欲しい。お前には無理だよ。俺みたいに才能がないと無理だよ。精神薬買いざんす。ちょっとラグがありますわ。ラグがあってすいません。精神薬買いざんす。ラグがちょっとあるね。この精神薬。お茶爆こっちだと。精神薬買いざんす。こんばんは。何歌うんですか？いや、新アルバムからちょっと歌おうかなと思ってる。イケメンやっていうこと。こんばんは、こんばんは。お茶爆買いざんす。お茶爆買いざんす。アルバム再開、ありがとうございます。お茶爆買いざんす。すげえ買いのり、のこさんこんばんは。お茶爆買いざんす。ガール2ライブで聞きたい。昨日やったろ。金欲しい。いくら欲しい？いくら欲しいって何が100兆円ぐらい欲しいよ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。バイキン1号、こんばんは。俺にはまあ音楽の才能がないかな。いや、音楽の才能なくたって稼げるよ、金は。精神薬あざます。こんばんは。本気出せば。お前が本気出せば、お茶爆あざます。お前が本気出せば、金なんか稼げるよ、配信で。お茶爆あざます。こんばんは。おやすみなさい。毎日がニュース聞いてますよ。とりあえず10万でいい。精神薬あざます。もう10万でもね、100万でも、精神薬あざます。もうね。確かにかっこいいと。お茶爆買いざんす。メガネはかっこいいんじゃないの？こんばんは。お茶爆買いざんす。OS 宇宙人。まあ、とりあえずけど、弾き語り配信ね、やって、お茶爆買いざんす。ちょっと警察多分警察来ないように気をつけねえよ。警察来るよ。こんばんは。今夜もハゲてるね。精神薬買いざんす。精神薬買いざんす。のこさん、仮想通貨は、だからマイナス60万円だって。モナコインとリップル。防音室だよ。防音室でも来るもん。来るとき、こんばんは。来るとき来るでしょ。防音室なのに。防音室でも来るときは来ます、警察は。静かなの。痩せた？精神薬あります。痩せたって痩せたって毎回毎回言うよね。なも人の見た目なんかどうでもよくない？他人の。自分の見た目しか気にしたことないんだけど、俺。精神薬あります。匿名希望もちょっとやるよ。濡れちゃうことも、漏れちゃうこともある。この服が一番似合ってる。あ、これ？これ？パジャマやっぱり、水分用意しました。酒用意した。酒しか用意して。男ですが、憧れています。いやいや、男で結構。髪が、アルバム即興で、イオン株上がった、日経平均上がってくからね。疲れてないの？疲れてないよ。今日だってずっと寝たもん。イケメンですね、その服。あんた、昨日最高でした。昨日ライブね、良かったね。まあ、昨日のライブはもう過去だから。ツアーに向けてね、もうツアーだから。こんばんは。顔整いすぎ。ビールだ。こんばんは。昨日ライブ、昨日ライブありがとうございます。もうツアーですよ。仙台行きます。仙台から。パジャマズボンって。こんばんは。かっこいいです。昨日ライブ、昨日ニコ生も面白かったって。ああ、ニコ生またやるよ。こんばんは。いや、ニコ生けどさ、あれさ、けど、マジでツアー中はさ、俺やっぱね、やりたいと思うんだけどな。こんばんは。お茶爆買いざんす。ニコ生はやっぱ違うよ。やっぱコメントとかは。お茶爆買いざんす。みんなあっちの方が解放されてるもん。それはやっぱ久々にやって思ったよ。お酒飲んでないよ。今から飲むよ。向こうの方がやっぱこっちだとコメントできない人いっぱいいるんだなって。まあ、いっぱいかしんねえけど。ニコ生もだからコメント、向こうの方がやっぱ久々にやったけど、コメントやっぱ俺精神薬あるじゃん。こっちでもコメント多いけどさ、あっちだとまた多いね。ニコ生だとね、空気感が好き。まあ、それはわかる。コメントが面白い。別にみんなだってコメントこっちでも面白くすりゃいいのに。こんばんは。別にこっちでも面白いコメント面白いじゃん。てか、お茶爆買いざんす。まあ、やっぱ層が違うんだろうな。空気感とか。長野にも来て、お前は来いよ。どこ来て、どこ来て、どこ来てって何なんだよ、お前らいつもよ。なあ。そっちが来いよ。お茶爆買いざんす。こんばんは。ニコ生楽しかった。ブロックされない。ブロックされてもいいじゃん、別にさ。何が嫌なの？ニコ生は余裕ある時で。ニコ生にさ、
こっちはなんか気使ってる感あるね。だから俺になんか、なんか嫌なんでしょ、俺が。はい、怖いから、いつも。こんばんは。こんばんは。はい。どちらでも見えたら嬉しい。北海道、昨日はロムってました。やだよ、ブロック。辛口。日当たり配信する。家遊びに来て、お前家みたいなボロい家行くかよ。なあ。なめんなよ、こっちはスーパースターだぞ。なあ。のこさんニコ生モードってどういうこと？あ、俺が今毒舌だから。いや、そういうことじゃないか。いや、違くてさ、ニコ生モードっていうか、その、ニコ生はニコ生で、単純に、やっぱね、ライブはやりたいと思って、ライブ配信は、まあ、やれる。全部は全部やんないけど、ツイキャスもやるよ。てか、ツイキャスだってお前らさ、ニコ生さ、見れないやついるっしょ。なんか、よくわかんねえけど。よくわかんねえけどさ、なんでニコ生見れないの？俺んちの団地がボロい？うん、いや、全然それは褒め言葉ですよ。俺んちの団地が、ボロいってのは褒め言葉だから、俺は底辺から成り上がった男だから、このボロい団地から成り上がった男だから、第二の A ちゃんだから、ニコニコ金払ってるよ。千葉銀のチェキ東京ない、知らねえよ。興味ねえよ。全く興味ねえよ。千葉銀のただの金稼ぎ大会だからな、あれは。キャスのが手軽なのはわかる。見れる通知が来ず。ニコニコアプリ入れて赤作りやね。いや、だからアカウントが、住所とか名前とか入れられないやつがいるんだよ、だから。世の中、俺たちが信じられねえやつがいるんだよ。世の中って。だからニコナは見れないって人いるらしい。登録できないって。金稼ぎ大会って、いや、金稼ぎ当たり前だろ。やめる前に金をぶんどろうっていうね。そんなもん素直に言えばこれだよ。別にそんな丸分かりだ。丸分かりだ、そんなもんよ。素直に言えばこんな感じじゃん。当たり前じゃん。やめる前にお前らから金をぶんどるんだよ。金稼ぐねえと思った。いくら千葉県に入るんだろう。いやー、わかんない。200万ぐらい入るんじゃん。退職金。200万、300万ぐらい。まあ、これが、うまくいけばね。そういえば通知ない。わかってるけど、チェキ2000円は引いた。でも、アイドルってそんなもんじゃないの？ 2000 円とか。俺なんか、そうそう、退職金300万、200万ぐらい。最後の儲け。退職金出るんだ。いや、だからお前らが出してんだよ。出るんだじゃなくて、お前らが出してるんだよ。お前らが出してるんだよ。こんばんは。事務所から出てるとか、社会から出てるじゃなくて、お前らが出してるんだよ。そうそうそう。チェキ2000円は低下。ね、チェキってそんぐらいでしょ。5000円にしよう。いや、俺がやるときは5000円にするわ。俺もいつかチェキやりてえな。めっちゃ金稼げそうだよな。アイドルか。俺、だから俺、退職金出すわ。ね。すげえよな。一緒にこうやってみんなとこうやってさ、こうやってピースすればいいんでしょ？肩組んで。やって、1万円でも取りたいね。俺だったら多分、5000円とか1万円とか、なんか6000円とかでもいける。楽しんならいいんでは。いや、だから出すやつは出すでしょ。すげえさ、けどすげえマジでさ、金稼げそうだよな、それマジで。チェキは、荒れるって何が？荒れるってどういうこと？お前らが荒れるってこと？勝手に荒れてるよ。俺は稼げりゃいいんだよ。でもめんどくさいっていうか、ライブ終わりとか疲れると思うんだよね。のこさんとうちがやばい、死んでしまうの。3000円は出す。いやー、そういう感じなんだ。いや、金は稼、いくら金のためとはいえ、なかなかね、ちょっとノリ、なんか、こんばん、いや、別にやろうと思えばできるんだよ。絶対、俺も。チェキで目開いてくる。やる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 。やりますよ、お金払ってくれるんだったら、1万出す。ね、イライラしそうだもん。いや、まあまあ、状況によるよね。でも、イライラさせないでしょ、みんな、そんな。こわ、以前の握手会、山崎の時みたいにさ、お前ロックじゃねえやとか、それ言われたらさ、それは喧嘩が起こりますよ。でも、それも含めて来そう。いや、別にそんなもんだと思う、そういうやつもいるんじゃねえかなって思うけどね、俺は。チェキ取りたい。いや、みんながみんな、なんかさ、うわぁ、のこさんだ、へぇ、へぇ、へぇとかいうやつだけじゃなくてさ、
絶対いるだよね。うん。他やだ。ね、普通に殴り合いになったりするやつ。いや、俺は覚悟してるから。だってロックじゃねえ事件があったからさ。うん。ロックじゃねえ事件があったぐらいだから、覚悟はしてるけど、それやるときは。うん。でもそんな感じのテンションなるっしょ。喧嘩チェキ。うん。のこさんだ、初見です。嘘つけ。和解したんちゃうって、誰と？いや、誰と俺が和解したの？そのために鍛えといて。うん。いや、別に殴らせたらいいんだよ。警察呼べばいいんだから。うん。そしたらもうね、金踏んだくれるから。もっと。うん。何十万とか踏んだくれるんじゃん。相手にぶん殴らすときは。前、メガネ似合ってる。ロックなライブやった後に、ロックなライブやった後に、警察を呼ぶっていう。こんばんは。クロスカウンターで取りたい。それボクシングの技？何ですよ、クロスカウンターって。はい。殴り合いチェキは草。いや、でも、ハードロックバンドとか、ハードコアバンドとかは、なんか、そんなんやりそう。やればいいのにね。ハードコアとか、そういうグラインドコアのバンドとかは、ほんとマジで挨拶がぶん殴るだからね。これマジだからね。ぶん殴るが挨拶だからね、あの人たちって。やばいやつ。うん。おはよう、ブーンって。これマジだからね。そういうのやればいいのにね。お客さんぶん殴るの当たり前だし。うん。顔腫れたままチェキ、パジャマかわいそう。ね、グラインドコアとかハードコアの人たちは、ね、ぶん殴りチェキって、ね、やればいいのにね。金払って殴られたくはない。いや、殴られたいんだよ。殴られたい人も絶対いる。肉体言語や。だからいるっしょ、そういう人は。警察来るところで、お嬢。前 R 指定のマモってやつが自分のプレゼントしてた。あ、そう。自分の爪ね。メンヘラバンドね。R 指定って。なんか知ってる。うん。アントニオ猪木みたいな感じ。爪プレゼント。うん。なんか、メンヘラバンドねって、まあ俺が言えたことじゃねえんだけどさ。こんばんは。昨日のニコ生最高でした。あ、そうっすか。やっぱニコ生やった方がいいっすか。まあニコ生はたまにしかやんないよ。こんばんは。今日はバディホリーみたい。ありがとうございます。バディホリー。いつのだよ。1950年代のアメリカのダンサーでしょ。シンガーか。ねえ、のこさんは歯あげよう。体調良さそうですね。ああ、体調良さそうに見える、これ。首痛。のこさんとプロレスしたい。ああ、ちょっと酒飲もう。方向性の違うメンヘラ。向こうはけど、向こうってか、R 指定ってビジュアル系でしょ。メンヘラバンドはブーメランすぎて、どうなんだろうね、新生かまってちゃんって。さあ、メンヘラはメンヘラだろうけどさ、なんかいろんな人いると思うよ、やっぱ。うん。なんか、そういうガッチガチのなんか V 系のメンヘラバンドよりは、そんな向こうのがなんかやべえイメージだけどな、俺。だってリストカットしまくるんでしょ、ライブ中とか。なんか、向こうのファンって。ああ、V 系とかなんかガッチガチのメンヘラバンドって。なんか、ライブ中リストカットしたりとか、手首切ったりとか、なんか、首切ったりとか、なんか、ライブ行ってたわ、マモンの。体張ってるな。うん、体張ってんじゃない。そうなの？わかんない。いや、知らん。俺の勝手な妄想。血祭りやん。新宿で集団リスカーってよね。何それ？あ、そういうことやってんだ、やっぱ。ノコガールの方が、マモギャより、メンヘラかな？ あ、そうなの？怖えな。そんななんか新宿で団体リスカするやつよりもやべえんだ、俺ら。やばいな。やっぱ俺いつか刺されんじゃないかな。缶開かない。うん。おっぱい見せるやつも、そんなおっぱいなんかそんな俺って見てるわ。ファンのおっぱいなんかいっぱい。いっぱい見てきてるわ、そんなもん。リスカは家でやる。尖りすぎで集団でやるな。それはないよ。うん。刺される。今は、のこや。のこさん、今もリスカしないよ。俺、最後リスカしたの3年前ぐらいだよ。そっからはしてない。R して、背中に鉄板。団体リスカってすごい。慣れ合いしたいだけやん。営業メンヘラじゃないのって。誰が？俺が？俺、営業メンヘラじゃないよ。多分。いや、わからん。最近はそんななんか、病むことは減ったから、営業メンヘラっぽくなってきてるかも。
まあまあ、のこさんおっぱい好きなの？嫌いなやつなんかいねえだろ。お前嫌いな男なんかいないだろ、おっぱい。なあ、そんなやついねえよ。なあ、普通にうずくまって寝てえよ。毎日。去年か一昨年してよ。だからそれ3年前とかでしょ、最後リス化したの。追いついてきてるんだね。だから体力がなくなってきてんだって。病む。病む体力すらなくな、あとは自殺だけだよ。本当に。もう病んでるお前らみたいにエキセントリックにヒーって言って壁ぶん殴ったりとか、な、親ぶん殴ったりとか、ね、娘とか子供とかぶん殴ったりとか、そんな体力がねえんだよ。あとは、ふっと自殺するだけだよ。な。おっぱいだ、好きねね。ちっちゃいのがいいの。いや、で別に、でかすぎなきゃいい。めちゃくちゃでかすぎなきゃいいよ。自殺するかしないかなのか。あとはそんなもんだろ。なのに処方薬と酒ちゃんぽんしてんの。だから気持ちいいから。それドラッグ代わり。俺にとってはもう、まあまあ、ドラッグ代わりだね。半分。精神薬なんて。だからドラッグは解禁されたらいいって何回も言ってんじゃん。コカインでもヘロインでもマリファナでも大麻とか。さっさと解禁してもらいたい。そしたら俺は多分もうそれだけで十分になるかもしんない。いや、本当にそういう話だよ。だからなんだかんだでやっぱ海外行った方がいいのかもしんないな、俺な。やっぱそういうドラッグができる国。自殺してみたいよね。何が？すればいいじゃん。してみたいよねって、そんな簡単にできねえだろ。俺だってしたかったけど、で、やっぱ今、ところがどっこい生きてるからな。ケツもいいよね。いや、ケツにそんななんか魅力はそこまで感じないんだよな、俺。ケツ、その女のお尻には。お尻を揉みほぐしたいとか思ったことはそんなないな、揉むほぐしてんだけど。自殺した時は勃起しなくなっちゃったのねって思っちゃう。あ、俺がね。海外行きなよ。ね。オランダとかそういうとこ行けば合法でドラッグができるでしょ。やっぱ人生死ぬ前に一回ぐらいはやってみてえわ。本当に一回もやったことないから俺。ケツは興味ないか。いや、ちょっと揉むから。こんばんは。ちょっと揉むから大丈夫です。鎖骨はってないが。どっこい生きてる。だからどっこい、ところがどっこい、やっぱ生きてビルエヴァンスも、いや、関係ねえよ、そんなビルエヴァンスとかシドビシャスとかそのクソ野郎は。どうでもいいんだよ、俺は。そんなもんは。お前らでも、世間は。俺がやりてんだよ。やりてえって思ったらやりたいの。ただ、まあまあ今、日本は違法だから、海外でも日本国籍だとアウトなんだ。へえ、あ、そうなんだ。え、そうなの？え、そうなの？ LSD 飲んだら幻覚見えてすごい歌詞書けますよね。そうなのかな？俺ビートルズとかしか知んねえけど、大したことねえじゃん。ビートルズの歌詞ってクソみてえな歌詞ばっかじゃん。I love you, おようこーとかさ、ドラッグやってあれなんだよ。ねえ、ジョン・レノンってほんと大したことねえんじゃねえかなと思っちゃうわ。ジョニーさんだよね。LSD とかさ、あの時代めちゃくちゃドラッグできてさ、それでさ、おーようこーようこー I love you しか書いてねえんだよ。そんなもんなんでしょ。結局、こんばんは。だからあんまり影響、関係ないと思うよ。関係ない、関係あんのかな？知らん。タイマスってガール2聞いたら、ものすごく気持ちよかった。お前さっさと捕まれ。なあ、こっちが我慢してんのに。なあ、お前みたいなやつ早く捕まれや。なあ、こんばんは。いっぱいいるんだろうな、隠れてな。やっぱドラッグやってるやつな、日本でもな。ラッパーも曲作るときはシラフって言ってなかったっけ？わかんない。俺もう、そんな、そんななんかラリって曲作った記憶は俺そんなに自分もないしな。ラリってあるかもしれないけど。グッズね。グッズは出ました。はい。帽子とか、あれ。ビートルズは歌詞じゃないでしょって。いや、歌詞はクソだけど、まあ、曲とかね。はい。プレゼントボックスにタイマー入れるやつがいそう。ああ、今年のツアー、今回のツアー。プレゼントボックスに、別に、やめてよ。いいよとか言えねえな、これ。やっぱ、なんか、こういうことをさ、なんかさ、公の場でペラペラ言ってると、マジでさ、ターゲットにされるからやめよう。ペラペラこういうこと言ってると、本当にマークされるから、今ほんと捕まってってんじゃん。いや、なんかそういうの、オリンピックの影響かなんか知んないけど、バン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 。いや、マジで。
オリンピックの影響かなんか知んないけど、バン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 なんか、捕まってきてたりとか、あれ、なんかね、あとアダルト系とかもさ、なんかさ、今日もニュース見たけど、アダルト系とかも結構なんか、規制されてってんだよね。アダルト系とか、なんかそういうの。ケンケンとかね、いや、話かい、なんかピエール、タキ、なんかさ、そう、変なの寄ってくるって何が？ああ、変なの寄ってきたことあるけど。芸能人はルートありそう。うん。でも俺は多分、そんななんかやっぱ知り合いいないからな。うん、今のところは。今いてもけどね、俺断ると思うよ、さすがに。そんな、やっぱ捕まりたくねえもん。そんなことで。うん。日本では捕まりたくねえな、そんなんで。おとなしくしないと死ぬからね。ルドーニケンシンの作者も捕まってて。だからあれまた別じゃん。あれロリコンでしょ？別にいいじゃん、ロリコンでも。あれは自動ポルノで捕まった。の子が逮捕される姿は見たくないな。なんで？別に良くない？あ、見たくないんだ。哀れだから。なんか。うん、まあまあ、そういう人もいるでしょ。そうだよね。覚醒剤とかコカインとか依存性高いから怖いじゃん。だから知らねえよ、やったことねえんだから。こんばんは。のこさん真面目だからね。いや、真面目真面目かどうかは知んないけどさ、知らねえけど、俺って真面目なんだ。まあ、真面目っちゃ真面目だよ。真面目っちゃ真面目だけど、やりたいもんはやりたいよ。うん。真面目っちゃ真面目なんだけど、意外とやらなそうだよねって。違う。だから俺、縁がなかっただけで今まで。うん。だってやろうとしたことあったじゃん。うん。あれはニアミスだけど。ニアミスでやろうとしたことはあったけど、脱法ドラッグね。ニアミスで。で、本当にだからやったことないんで俺。変なところ、だから俺もだからそういうさ、なんか、モノくんが、メンバーがやってたら、モノくんがやってたら、一回ぐらいやってたろうな。マジで。枠を無視しない、何が、おやすみなさい。あ、歌うよ、一応。あ、てか、早く歌おう。12時す、マジで警察来るから。あんまり叫ぶのやめよう。この時間でも。え、今日平日だよね。火曜日か。やばいな。うん。うちの団地の人は、だから、警察呼ぶから、俺もう多分、ほんと、マジで次は、追い出されちゃうかもしれない。それか、ガチで裁判。裁判。いや、追放された方がマシでしょ。呼ばれたことあるって3回あるじゃん、配信中。配信中2、3回あるよね。うん。次、裁判か、追い出される。いや、裁判はマジである、あるよね。裁判。いや、マジで。うん。傍聴だっけこれ。傍聴見に来る？うん。ガチでなんか100万だか200万だか、取られるやつだっけ？めんどくさい。いや、でも、裁判決まったら教えて。うん。その時は言うしかなくない？こんばんは。うん。絶対負ける。俺インターネットで調べたもん。警察呼ばれてから。近隣の人に配信中だから警察呼ばれたじゃん。あの後俺、インターネットで調べて、騒音、迷惑、事件って。騒音、スペース、迷惑、スペース、事件って。あとはさ、なんか、そしたら裁判の判例が出てきて、あとは刺されたとか、うん、包丁で刺されて殺されたとか、そういった事件とかいろいろ出てきたな。めっちゃ心配してる。うん。うん。やべえ、やりたくなくなってきた。でもやろう。ちょっとやろう。いや、ちょっとごめんね。やるわ。やるだけやるわ。やるわ。やっていくわ。ちょっと早めにやるわ。俺の中で乾杯ですよ。乾杯。あのね、俺の中で勝手に12時を回らなければ、まだちょっとオッケーなんじゃねえかなって勝手に俺が決めてんの、これ。これ別に話し合ったわけでもなんともなく、俺が勝手に決めてるだけだからね。12時までに歌わなきゃって言ってっけど。おい、そう、自分ルール勝手に俺が決めてるだけだからね、俺。てかもう防音室とか、いや、みんな寝てるぞ。あのね、防音室っつっても、いや、絶対ちょっとは聞こえてると思うよ。うん。
そんな完璧な防音室じゃねえもん、これ。完璧な防音室じゃないもん、そこまで。このビールうまいよね。春麗辛口、ピアノ独学、ギターも独学、生き方も独学、すべてが独学です、僕は。先生は全員ね、先生に習ったことなんて1ページもありません。そう、多少は音漏れるよ。だってみんなだってさ、あのバンドマンのリスナーの人もさ、お前らってさ、警察呼ばれたやついるだろう。いや絶対いると思うよ、そのギターとか楽器弾いてるリスナー。お前らって警察とか近隣の人にさ、あの紙でさ、あの翌朝玄関の張り紙でさ、消えろって張り紙されたことあったりするだろうが。なあ、独学かっこいい、ゆうた知らない。はよ歌いな、歌、そんなことされたの。何が、俺が消えろって。もう消えろって言われてるようなもんだよ。誰、もう誰かは、あの一応し、あのね、知ってますけど。俺も挨拶はしてしたから、大島さん、昨日音がって言われたから。お子さんそんな張り紙されてんのだから、ちげえ例え話だっつってんだろ。ピアノも独学だから、全部独学で俺、全部独学。多分ね、分かんない、俺が挨拶したそのお声の人か知らない。俺だから、俺挨拶して昨日はお声がって言われたけど、お茶ばかりです。もう30分経ったの、やばっ。時間の感、もうほんと時の流れが早すぎて、もうすぐ死んじゃう。もうやばいな、もう年取ると。もう30分経ったんだ。ちょっと待って、マジかよ。お茶がいざんす。お茶がいざんす。やば。お茶がいざんす。お茶がいざんす。時間経つのちょっと早すぎない？ちやべえわ。精神薬あいさつ、精神薬あいさつ、ちょっと金ありがとうね、いっぱい。金ありがとうございます。だらだら、ちょ、精神薬あいさつ、すいません、ちょ、歌います、ほんとに。すいません。歌はね、雑談だけで終わらす気ないんで、ほんとに。お茶爆あいさつ。いや、ほんと、歌いますわ、もう。これでお茶爆タイム終わったら歌います。お茶爆あいさつ。ありがとうタイム。ありがとうタイム終わったら、お茶爆あいさつ。ありがとうタイム終わったらもう歌います。ね、今日は本当にもうちょっと12時ぐらいで終わりにしようかな。また雑談、雑談しかじゃない。日がたり配信またやるから。精神薬ありがとうございます。お茶爆ありがとうございます。またやるから。ツアー前に。もうだって、もう仙台だもんな。精神薬ありがとうございます。今週。てかもう今週だよね。お茶爆ありがとうございます。律儀に俺はちゃんと絶対言う。お金はタダで降ってこないから。みんなが働いたお金とかで、精神薬ありがとうございます。みんなが働いたお金が僕のね、懐に入ってるっていう。そうそうそう。それはニコニコチャンネルに、ライブもそうだし。精神薬ありがとうございます。いや、俺は常にその気持ちは忘れたくないよ。お茶爆ありがとうございます。何にしても。なんだかんだで、だって俺の生活とか、ね、やっぱミュージシャンの生活、アーティストの生活ってやっぱファンに支えられてるからね。お茶爆ありがとうございます。これは紛れもない事実だからね。精神薬ありがとうございます。これは紛れもない事実だよ。ねえ、別にこれはかまってちゃんだ、俺だけじゃないよ。かまってちゃんだけじゃないよ。他の嵐だってそうだよ、嵐だって。お茶爆ありがとうございます。嵐だってファンに刺さられてんだよ、あれは。もう、いい暮らししてるかもしんねえけど。無料で聞いてすいません。いや、無料でそんな言うけどさ、コメントしてくれたりとかさ、見てくれてるだけでもさ、僕のさ、自己顕示欲が満たされるからさ、お茶爆ありがとうございます。それはそれで本当にさ、精神薬ありがとうございます。それはそれでありがたいよ。嵐もって、嵐だって最近、TikTok やってんじゃん。TikTok やってんじゃん。いや、俺はこういうことがスラスラ出るのはやっぱね、ほんと初心を忘れてる。俺はほんと初心忘れてないからね、こういう。初心こういうの忘れちゃいけないと思ってる。お茶爆ありがとうございます。こういうね、初心は絶対ね、忘れちゃいけんと思ってるわ。いや、いい人ぶりやがってんじゃないよ。俺、本当にね、いい人なんだよ。私は働いて死にかけた。お疲れ様です。はい。今日は火曜日だからね、お疲れ様です。僕が歌を歌ってね、癒して差し上げましょう。お茶爆タイムじゃ終わったんで。
いや、ちょっと待って、俺本当にちょっと今日12時ぐらいまでしとこう。本当に。いや、俺本当次、マジ裁判だと思うんだよね。ガチで。裁判。だってか普通に音とか割れてると思うわ。割れたって別にいいよ、どんなだって別にいいよ。だって声を出したい、叫びたいから。あはは、いい湯に浸かりたいね。嫌なことがあった日も、だって今日は酒を飲むだけ、酒を飲むだけで息が終わってく。いつだだと言葉が出る、ことは愚痴ばかりだよ。今日も過ぎてく、一日がたなすぎてく。グダグダと割れ目にぶち込みてえな。音が割れて、ああお、これ何、今何が起きた。あ、これか。音が割れてたって仕方ね。音が割れてその狭間から、近所のあいつに言っちまったなら、セックスしようぜ近所の人たちよ。俺はあそこチンコがついてるから、男でもアナルでもマンゴでも割れ目に打ち込ませろ。この割れた音でぶち込ませろよ。割れたこの音で、割れたこの音でどんどん割っていくぜ。僕は叫びたい、この気持ちを叫びたいな、叫びたいな、でもできないな、できないな。叫びたい気持ちがどんどん募る募る募る、曇るこの気持ち、どんどん募る曇る。明日は天気晴れか曇りかわからない。だってそんなことは僕が決めるわけじゃないからさ。だって僕に主導権はないから。でも叫ぶことはできるから。叫ぶ酒でも飲んで、魚のように泳ぐその海、俺だけど海だからはいらねえぜ、何もいらねえぜ、求めることはもう何もないよ、もう何もないのさ、何もないのさ、もう何もないのさ。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日、そよ曜日、明曜日、月曜日、
こと曜日や曜日運曜日この曜日土曜日思うようにいかない土曜日水曜日本曜日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 いつはもうなんかわからない曜日そうやって毎日は消したるとほかしてゆく毎日は消したるとほかしてゆくだって日々は早いこんなギター持って歌ってこんなことを今でも2020年でもやっている同じことをやっている同じことをやっている同じことしかできないから同じことしかできないからさ僕は同じことしかできないからさどんなことでも言われてもいいぜ僕はもう吸ってるもんが多分ちょっとちょっとなくなってきたまだちょっとだけあるから一応生きている捨てるものがちょっとずつちょっとずつなくなってきたのさちょっとちょっと待ってよみんな僕を置いてかないでくれよ別にいいさ置いてけよ俺は一人が大好きさ一人きりでいたいこのままずっと一人ぼっちそれを誇りにしているからさどんどんと奥まで行ってくれ行ってくれここでここに俺の土地俺だけの星を作り上げてここで叫ぶここで叫ぶ誰も来ちゃくれないこのここで叫ぶここで叫ぶここで叫ぶ誰も来ちゃくれないだろう僕のこの声叫び声なんて別にいいぜ俺が決めたこの道さ別にいいぜほっとけバカ野郎おめえこんなてめえなんだよお前らがこんなこと言ったのに言うよ俺にはいらずにいらねえよいらねえよそんなもんはいらねえよそんなもんはいらねえよそんなもんは優しさとか俺が逆に与えてやるからさこうやって歌って語って何のように仕込んで おでんを食べに行きたいなこんな寒さだからたまに僕は小銭をチャラチャラとぶら下げてウェブマネーいらねえ昔のように俺は思い出して聞いた小学生の頃のようなあの感覚ってやつをさたまには僕にたまには僕にたまには僕にくれたいいのかな
はい。やっぱ気持ちいいね。ちょっとじゃあ新曲のアルバムの方をじゃあやっていきますわ。警察に構ってほしいのは分かった。やっぱ即興はいいよね。俺もう即興でマジでライブできると思うわ。下ネタ下ネタって言うけど、I can't understand ってやつよ。匿名希望くんはね、やっぱね、あのね、匿名希望くんっていうこの新しいアルバムのこの曲はあれ単独ライブ、あのあのクソみてえな、だからよ、あの夜逃げしたかよくわかんねえけど、あのバカ野郎が消えてタイアップがなくなったわけだけど、スタッフで一人向こうなんかとある、もともと弾き語りの曲なんだよこれ。もともと弾き語りの曲で、映画サイドにね、あのな、今は亡き映画の映画サイドにデモ投げて、そしたらば、バンドベースとドラム入れた方がちょっと入れてくださいって、で入れてアルバムバージョンになりました。でアルバムバージョンベースドラム入ってアルバムバージョンになったわけですが、そのプロデューサーだかなんか知んねえけどクソみてえなやつは消えました。もともとだから弾き語りなんだよこれ。もともと映画の曲なんだ。そう映画、幻の映画の曲だから、とりあえずそう弾き語りなんですよこれ。もともとはこれだったのか。あ、そうそう、これです、これは、これです、これです。なんかそう、映画のタイアップなくなったって言ったじゃん今年。そう、クソみてえなや、ど向こうの、これはほんとほんとクソな話だよ。うん、当たり前じゃんね。なんかもうタイアップ消えたんか。そう、一つ消えた。だから新生かまってちゃん、また今年も映画のタイアップあったはずなのに幻になっちゃった。まあだからけど、業界あるあるっちゃあるだかな。業界あるあるっちゃあるある、それはしょうがないよな。うん、その人どうなったの、消えたまんま。その人はもう消えたよ。うん、次元の狭間に引きずり込んでやって俺が。何の映画だろう、ひどい話だな。でもあるあるでしょ。うん、あるあるっちゃあるらしいよ。別に、別にタイアップだけじゃなくて仕事がいきなりかっ消えるって。まあ、とりあえず。もともとはだから、この匿名希望くんっていう曲は弾き語りの曲です。でもこの曲もね、でも歌詞もね、僕いい歌詞書いたとは自分でも思うわ、これ。うん。匿名を希望に、匿名を希望に生きてしまえば、何を恐れることがあるでしょう。僕を名指しで呼んでくれるか、全て抱きしめてくれよ今夜。どれだけの時を超えたかと思う、この世界の机の下で、愛は与えないともらえないって、隠れながらも知ってた。
て君が気持ちが悪い僕の名前を呼んでくれた優しい夜はメロディーが長い詩的な言葉だって生まれていたどれだけどれだけの時を超えたか人類最大の集め持ってしても言葉や文字という裏めし産物それも愛に使えば匿名を希望に変えていこうか君がくれたんだ僕のいい場所を優しゃがよよびしゃがシャドシャラクセ闇もことの考えすぎてもさしょうがないけどねしょうがないけどさそう好きなんだ好きだって気持ちがどん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 肩を叩く身を叩く俺の体がちぐさが胸を叩いてくるからさ俺のこの中にいつまでもいつまでも中に張り込んでくるぐちゃぐちゃとしたその心が僕の中に入り込んでくる入り込んでくるからどんどんと君がさ入り込んでくる止めらんないこの夜は一緒に溶けていきたいんだよけど酒飲みながら酔っ払っいい感じに酔っ払うと気持ちいいな。あって。ありがとうございます。神曲やなって。ああ、普通のスーパードライと何が違うの？買ってくりゃいいじゃん。コンビニ売ってるよ。春麗辛口でしょ。エンドロールで流したい。雨上がりの空に。あ、これ歌おう。これもいいよね。恋はエンドロール。これ、恋はエンドロールをちょっと歌いたくなってきた。恋はエンドロールへ。これはちなみに会員、ニコニコチャンネルの僕の会員限定の会員様しか、聖職者様しか聞いてない曲です。だからニコニコチャンネルに入ってください。あでも地道に増えてんだよね、俺のチャンネル。アルバム入れればよかったのに。ああ、じゃあ次のアルバムとかに入れるよ。全然。次のアルバムとかに、入れます。のこさんこんばんは。宣伝に余念がない。いや結構着々と増えてんだよ、うん、俺のあの月給でわかる。月給がどんどん上がってってから俺の正規。そうそうそう、だから皆さんありがとうございます。1000人超えてる。いや1000人は超えてないな。1000人けどね、わかんない。俺の予想だと900人ぐらいいってるよ。うん、900人ぐらいじゃないかな。へっぽこ政権士、あーいいよ。ちょ待って、恋はエンドロー。ちょっとタバコだけ吸わせてください。こんばんは。来年4月には入れるよ。ああ、ニコニコチャンネルね。聖域ニコ団はもう、やるよ。幕末史はもっと稼いでるよ、チャンネルで。お前違う、お前、メンタリストデイゴとかはお前もっと稼いでるぞ、言ったら。メンタリストダイゴはすごいぞ。月給15億円だ。月給15億と稼いでんだもんな、あいつな。ダイゴな。すごいよな、あいつ。うん、あいつがいるからニコニコが安定なんだよ。うん。だって会員10万人だよ。あいつ、俺だから900人とか1000人とか言ってんじゃん、会員人数。
あいつ10万人いるんだよ。すごくない？デイゴ。デイゴ。ニコニコチャンネル持ってる。あいつ。すごいよね。メンタリストダイゴ。うん。今けど流行ってるよね。うん。メンタリストだからやっぱりそこら辺ね。あのメンタリストでもってみんななんか惑わされてやっぱ入ってんだろうな。すごいな。メンタリスト稼げるのか。だからメンタリストになりな。お前らあれバンドマン、ミュージシャンとかやめてメンタリスト目指せよ。ね。ペンキ屋さんとかいろいろ夢あると、ケーキ屋さんとか。メンタリスト、やりな。あの人勉強家だし。あ、そうなんだ。まあ俺はあんまよくわかんないけど。なりなって。いや、メンタリスト。のこさんはメンヘラリストやろう。やってんじゃん。俺はやってんじゃん、今。それで金稼いでんじゃん、俺。メンヘラリストは。メンタ、やだよ、うさんくさいもん。なんでうさんくさいのが嫌なの？なんかうさんくさいってよく言うじゃん、なんかさ。なんだっけ、あと、西野さんとかも言われてたよね。キングコングのうさんくせえとかさ。うさんくさいのってなんなん別に。そんな別に悪いことしてなくない？そんな別に。うん。うさんくさいっての俺逆にわかんねえんだけど、なんそれ。ガチでなんか、いや、なんかさ、ぼったくってるとかさ、詐欺してるとかだったらアウトだけどさ、倫理的なのね。うん、別に詐欺してるわけじゃないでしょ。こんばんは。講演か、別に詐欺じゃないでしょ、それって。うん。主観だもんな、おさんね。詐欺まがいって。嫉妬じゃないの、それって。わかんない。いや、だから YouTuber とかもさ、うさんくさいって言われたじゃん。ね、YouTuber だって初めは。うさんくせえとか。悪用しなければね。喋りがうますぎるって、喋りなんか別に、ね、喋りなんて、だって俺だってうまいじゃん。だって俺だって言ったらうさんくさいって、インチクくさいんでしょ。俺だって別に、でも俺とかはちゃんと作品があるからね。ものがあるから、うさんくさくても、実際うさんくさくてインチキ野郎でも、俺は仮にね、あの、インチキおじさん、ね、インチキおじさんでも、インチキ おじさん登場でも、ね、あの、やっぱ自分の、そのなんかやっぱ作品がガッとあるから、ね、うん。ワニマの笑顔。うさんくせえな。ワニマの笑顔。まあ、ワニマだけじゃないけど。うん。まあ、ああいうのがうさんくさいっつうのか。別に、ワニマが別にあってうさんくさい笑顔をさ、こうやって笑ったとしてもさ、別にそれで傷つく人はいないっしょ。だからいいじゃん、別に。うん。傷つく人がいないっしょ。うん。ただ、あれでしょ、不快だなって思うやつがいるだけでしょ。ムカつくなって、何笑ってんだこいつって。笑うんじゃねえよ、人間のくせにって。思うだけでしょ。だから別に急つくとはまた違うじゃん、それって。うん。ギャー、オタクくんのイメージ、それだ。被害妄想じゃん。それは被害妄想でしょ。うん、わかんない。まあ、俺たちの日、まあ、俺はそんな感じてません。多分。ダメだ、ちょっと雑談すると雑談枠になっちゃう。もう雑談枠にしたくねえんだよ、日語り配信。俺にとって、俺はゲーム配信やんない代わりに日語り配信なんだよ。ゲーム配信者なんかほとんどコメント読んでないだろ、あいつらな。俺にとってのゲーム配信やんない代わりに、やっぱこういうのがやっぱあんま雑談枠にしたくないんだよ。やっぱこういう時歌っていかないとね。せやな。そう、雑談なんかいつバカみてえにね、あのループ&ループできるから、いつもみたいに。あの、どうやって弾くんだっけ、恋はエンドロールへ。歌いたくなくなってきた。雑談、やっぱこうやって雑談挟むとさ、気分が変わるんだよ。だからダメなんだよ。うん、瞬間瞬間を生きてるんだからさ。ちょっと歌いたい欲が減ったもん。恋はエンドロールへって、ちょっとこれどうやって弾くんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って、どんな曲だっけか。雨上がりの空に、雨上が、ちょっと待って、コード探します。え、ここ使ったよな。あ？え、ちょっと待って、マジで歌えねえ。雨上がり、あ。雨上がりの空、
あ、やべえ、マジでわかんねえ。マジでわかんねえ。自分の曲忘れた。ちょっと待って。あんなに歌いたかったのに。あんなに歌いたかった曲忘れてるってやばくない？ちょっと待って。雨上がりの空に濡れる花びら、単純な気持ち伝えられたらな。え、やべえ、マジで忘れた。すいません、ちょっとマジで忘れた。いや、雑談に持ってかれたってか、いや、雑談してなくて、多分。ちょっと待って。よし、次行こう。次行こう。こういう時は次行こう。うん、こういう時は次に行きましょう。ちょっと待って、自分で選びまーす。なんだろうな。新生かまってちゃん、いっぱい曲があるからなあ。あ、なんかまたちょっとまだ、今日はね、とってもいい天気だから、僕には笑顔さやってくるのかな。なんだかわからないけど、なんだかそう、頭がグラン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 グラ。今日はね、とってもいい天気だから、僕にも笑顔がさやってくるのかな。なんだかわからないけど、なんだかちょっと頭がグラン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 グラ。Oh my god! Oh my god! Oh my god! なんてこったい！今日は遠足だった。まあいいや、まあいいや、そんなことは知らねえよ僕は。ああ休めるならいいや。しかし頭グラン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 グラおかしくなりそうだよ頭が。今日はとってもいい天気でした。あ、じゃあ案外いいやつかもな。行こう。
もうここしか歌わないからな。ヘキトラハウスに捧げた。これどうやんだっけ。これで誰だって。え、あれこれ笑ってんじゃないの。うん、だってあなたに前を向いてほしいから。やっぱ昨日ライブだったから、あーもっと上手く歌えると思ったんだけどな。のこさんバージョン好き。やっぱみんなこれ人気あるよね。これだって笑ってんじゃないの、セルフカバーした方がいいっぽそうな気がしてきた。でもやっぱ一曲本当にね、俺せこい考え方やっぱするから、アルバム一曲分埋められるから、みんながやっぱ再録って楽なんだよ、曲がそこにあるから。みんなが再録してして言うから、だからいつかマジでするかも。一曲本当にこっちもこっちで楽だからさ、もう歌詞もあるし曲もあるし、しかも一曲埋められるし。ちょっとここでしか歌わないけどね今んとこね。ちょっとじゃあ、だって笑ってんじゃないの。アーティスト。都会を歩いて帰り道、これは雨をひたすらに毎日、君が逆さまに映るビジョンに、君は憂鬱な言葉を吐くよ。恋はぼんやりと笑ってる、明日はどうなるか君は語ってる、鮮明な写真こぼしてく冷めた砂で、あの飛行機雲追いかけてみて、切ない思いだってきっとあるよ。だってあなたに前を向いてほしいから、僕は歌うだけさ。なんか全てじゃないの、くだらねえことしかできないけどさ。いえ、だって笑ってんじゃないの、この夕暮れの空に負けないほど。ふっと笑った君をさ、しゃべってやるから、変な顔でもしとけ。 Yeah、おい、恋はぼんやりと笑って、明日はどうなるか君は語って、鮮明な写真を焦がしていく冷めた面で、このぶちかましくショットが、君は誰にも理解されないし、悪い噂は与えてばかりじゃない、サグの魂じゃだね。枯れ果てたカビ、痛み止め飲んで、切ない思いだってきっとあるよ。だってあなたに前を向いてほしいから、僕は歌うだけさ。絶対全てじゃないの、ガキみたいなこともさ、したりするけどな。だってあなたに前を向いてほしいから、なこともするよ。ふっと笑った君をさ、しゃべってやるからさ、変な顔でもしとけ。イエーイ。僕は歌うだけさ、なんか滑ってんじゃないの、くだらねえことしかできないけどさ。だって笑
と笑ってろよバカ野郎。だって笑ってんじゃないのっていう曲でした。はあ、疲れた。いやいや、でもいいよね。めっちゃ良かった。すごい才能。自分の歌よりええやんけ。マジで俺の曲、新生かまちょの今の曲より、いえ、自分の曲より、いや俺の曲だからな、なずちゃんって。俺の曲だからなこれ。勘違いすんなよ。楽曲提供しただけで俺の曲だからなこれ。はい、セルフカバーしてほしい。あ、ほんと。いやでもね、僕のこの表現力もあると思うんだよね。だって俺アドリブ入れてるもん。あの、僕ね、あのアドリブ入れてますからね、ちゃんと。はい、俺の曲ですよ。いや僕だから原曲知ってる人は分かると思うけど、アドリブ入れてるから俺の歌い方もあると思うんだけどね。アドリブは僕ね、やっぱ聞きますよね。ほんと、それは自分でそう思う。アドリブ、歌声、あ、まあ、とりあえずこれはだからね、あの、10回ぐらい再録しますわ。ちょっと待って、もう11時43分か。ちょっと待って。ヘッポコ聖剣士、何なんだろうな、ヘッポコ聖剣士も結構やってるっていうか、やってもいいけどね。ヘッポコ聖剣士、ヘッポコ聖剣士けど、また来年か再来年出すからな。まあ出す、もったいぶったってしょうがないけどね。けど確かに今更ね、もう何回も歌ってっかんね。うん、もうそろそろ終わりやでね。ちょっと待って。全世界への活動前ってどうなんの。あー、それだから次入れるよ。ヘッポコ聖剣士も全世界の活動前にも、の次入れると思います。うん、まあ多分ね。ちょっと全世界の活動もにもどうやんだろう。あ、ちょっと待って。自分のやっぱ曲が多すぎてさ、やっぱほんとやべえな。完全に頭が老人ホームだわ。コードがね、あ、これだ。これだ、これ。これやばい、本当に俺。曲が本当150曲ぐらいあるから、今。俺持ち曲。リアルで。150、そう、思い出せないの。コードメモらないの。いや、頭の中すべて。頭の中に、すべて、ワンピースは、入ってるよ。頭が老人ホームたまに行っちまうが。目いっぱい泣きたいことがあって、全世界のカストボに乾杯ベイビー。クラシカルピアノローリング、ブラックニッカ帰りコンビニで買って、全世界のカストボに急いで今夜すべてのバディローリング。これも歌詞まだちょっとできてないんだよね。 Alright, ガストの音をしてくたら僕の心から急遽なるキッチン、小さくしちまえ、さら高みへ心用意しれて、きっとリポッチになっちまうってことかい。そんなもの差し入れ測ってしまうものかよ。目いっぱい泣きたいことがあって、全世界のカストモに乾杯ベイビー。クラシカルピアノでローレット、ブラックニッカ帰りコンビニで買って、全世界のカストモに急いで今夜のセットプレイローレット。シャッタッタッガッと抜いて刺してシャッパ終わりの中、バラバラ抜く元気もないぜ。
焼き明けの朝日が眩しくて頭いて一人ぼっちになっちまったってことかい。死んだくらい部屋で Come on baby まだ飲める。病院帰りに公園ゲロって儚さってなんだって乾杯 baby。 クラシックピアノでローレイクブラックニカ帰りコンビで買って全世界のキャスト燃やしといて今夜の全ての場合を I love you everybody。まあちょっとこれはまだ歌詞が未完成です。でもまあ次のアルバムか次どっかで出します。まあライブではね、まあだから次のアルバムは何回も言ってるけどギター、今回世界観系のアルバムだからギターロック系な、うん、なんかありがちなギターロック系なアルバムなんじゃないかな次って。でもそこはねありがちはありがちでも俺のメロディー能力、あとは繊細さ、あとはセンスの良さでカバーしていくんで、あっつヘッポコ聖剣士もちょっとやってみよっか、久々にやる。てか俺弾き語り配信時以来だな。ヘッポコ聖剣士ツンデレ的な感じかな。うんそうだよ、夏インストールツンデレとか、うんそんな感じじゃないかなって思ってる。こんばんは、うんじゃないかなって多分ね、もうイメージできてる。うん多分ね、間に合った、お疲れ様です。お仕事とかね、まあ今起きた人ってもいると思うけど、俺もね今日夕方4時か5時ぐらいに起きたから、こんばんは。悪魔、まあとりあえず曲はいっぱいあるから急に大きな声出さないね。うっせぇのこさんの声って心地よいですね。俺の声ここ叫び声、俺心地いいよね。俺のね叫び声は自分で大好き。だってなんだかんだ結構そんなまあ心地いいわけないよな心地いいわけがないよな。ビビってばかりじゃ僕の物語を始めなきゃ、守るお姫様さえいやし。これいややっぱね僕はねこれ絶対これこそねハンターハンターのオープニングのタイアップつくべきだと思うんだよな。ドラゴンボールとかハンターハンターのタイアップね、配信見てたらお待ちしてますよこれ絶対。あと銀魂とかジャンプ漫画とかマガジンとか何でもいいけど
いや、この曲はね、ヘッポコ聖剣者絶対いいよね。わかるっしょ？わかるよな、これな。絶対俺、ドラゴンボールとか、オープニング、ハンターハンターとか、悠々白書とかさ、セーラームーンとかなって、いい曲だと思うんだよ、これは、本当に。まあまあ、アニメだけじゃなく、まあ、とりあえずね、なんでもいいわ。この曲じゃなくていいや。タイアップだったらもうね、お待ちしてます、常に。タイアップ待ってないやつなんかいねえだろ、バンドでよ。てかよ。なあ、バンプオブチキンも結局テレビ出たしな。どいつもこいつもな、なんだかんだで、なあ、やっぱタイアップが欲しいってなんだよ。やっぱ本心は。チヤホヤさんってことですね。待って、久々に僕これ演奏するからコード確認させて。日語り配信以来だわ。ちょっと待って、ちょっとこれもさ、もう歌詞もできてるから早くデモ作れって話だよな。俺もうどんどん新曲いってんだよ。次々いって。ビビってばかりじゃダメじゃんかよ。ちょっと待って、警察来てないよな。あ、来てない。オッケー。もうこっからこっからさ、俺さ、ドラえもんみたいにこれ窓が、ここに穴があるから、この穴で、穴から見えるから、インターホンが。インターホンが穴から見えるから、そうそう、警察が来たら、誰か隣人か警察来たら、なんかあれじゃん、つくじゃん。だから俺して、ほんとこれ配信外でも、なんか、大きな声とかギターめっちゃ弾いた時とか、たまに確認するもん、深夜。やっぱ大体まあ深夜だからさ、曲作ってんの。こっから穴から覗き込んで、大丈夫か、大丈夫かなって。結構癖ついてる。これでも僕は強くないよ。片手の社会にほら気づけ。 OK。 手ばかりじゃだ、ビビってばかりじゃダメじゃんかよ。僕の物語はヘッポコ聖剣士いきます。ちょっとほんとなんかさ、いい加減にしろよ。タイアップくれよ、誰か。お前らの中に一人ぐらいいるだろうが、宣伝。だって俺、電通の、博報堂とか電通の人、もう大ファンですっていう人、俺さ、もう今までさ、4人会ってきてんだよ、4人、5人。4、5人会ってきてるからさ、いるだろう、お前らの中に一人ぐらいさ。頼むよ、マジで。タイアップ。ちょっと待って、じゃあ、まあまあ、それはどうでもいいね。はい、はい、はい。ヘッポコ聖剣士。ばかりじゃダメじゃんかよ。僕の物語を始めなきゃ。守るお姫様さえ癒やしないけれど、聖剣はここにある。これでも僕は強くないよ。片手の剣握りしめて、ヘタレな僕がちゃんとしなきゃなって、社会にほら切り捨てられたんだって。年の割にレベルがない、魔法も唱えられるわけじゃない。信じられる仲間も癒やしないけれど、勝負には負けたくはねえ。これでも僕は怯えてるよ。自殺もできなかったよ。あの日も全てをかけて目覚めてくれって、社会にまた切り捨てられただって。さあ行こうぜ僕らは、ヘッポコ聖剣士。さあ行こうぜ僕らは、
ヘッポコでいけるし、さあ行こうぜ僕らはヘッポコでいけるし、まあ言ってないわそれでとろめいちまでもさ、わしゃものは今まで数えきれないんだ、僕は君を失う、またここここ これでも僕は怯えてるよ、片手で剣握りしめて仲間もクソも知らちゃう、ちょっとめちゃダメダメダメやめちゃ今日カスしたいんだって、さあ行こうぜ僕らはヘッポコでいけるし、さあ行こうぜ僕らはヘッポコでいけるし、不採用から見えない明日へ走るのさ、さあ行かなくてやめようぜ俺たちはまだ行くまでで、ここここ鼻水だったよ。ああ、いやいや、やっぱね、いいですね。もう12時だわ。12時です。あとちょっと1曲。ちょっとあと1曲、2曲やって終わりにしよっかな。ちょ、弾き語り配信ちょっとさ、また早い時間にやるわ。夜9時とかさ、そのぐらいだったらさ、そう、12時。さすがに、12時ってほんと俺ルールなんだけどね。もともともうイライラ、とっくの塔にね、もう2時間前からもう、あの、近隣の人はイライラしてんのかもしんねえけど。そのくらいならまだねって言うけどさ、俺ルールだからね、あくまで。あくまで俺ルールだから、夜は夜7時以降は絶対やんじゃねえ、この野郎って。思ってるかもしれん。おやすみおやすみおやすみなさい。はい。もうやめといた方が。あの近隣のさ、あの一人暮らししてる人さ、まあ一人暮らしじゃなくても近隣のさ、うるせえさおっさんさ、まあおっさんとは限んないと思うけどさ、殺したい？やっぱいるっしょ。うん。おはよう聞きたいです。おやすみ。隣に住んでほしいわ。あ、マジで？ああ、殺したい？ああ。近隣にえずいてる人いる。ああ、騒音はやだよ。ね。いるよ。マジで殺したくなる。あ、殺したい。それが俺。うん。言ったらそれが、多分俺。うん。それが俺。イラッとするよ。警察呼んだことある。だから俺。それが俺。みんな殺したいと思ってる、それが俺です。はい。お仕事忙しい。いやいや、別に実際殺さない別にしても、ぶん殴りて、死ねよ、こいつって。いや、絶対そうじゃん。だって、いや、マジでそうだもん。かまってちゃんのボーカルって認知されてるよ。うん、バンド頑張ってねって。いや、だからその、警察呼んでるやつがさ、かまっちゃん、知ってるかどうかは、多分知ってんな。うん、多分、俺の団地の人、多分みんな知ってると思う。のこさんは逆の立場なら、俺は逆の立場だったら、
俺が自分でやってるから、うるせえなって思いつつも、あ、自分でやってるから、しょうがねえな、頑張れって。だって俺さ、隣のやつだから言ってんじゃん。隣のやつがさ、ギター少年なんだよ。うちの団地の2階のね、隣のやつが。だから土日さ、すっげえうるせえの。俺だからさ、昼夜逆転してるからさ、昼12時とかさ、それで目覚めるときマジであんだよ。でも自分がやってるから自分がやってるから、そう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 、俺は心の中でうるせえなこいつって思いながらも、エリック・クラプトンとかレイラとか歌、マジで結構オールドナンバー弾いてくるんだよマジでそれがまたね、それがまたなんか、ああなるほど、あこの曲、この曲かって結構マジでレッド・ツェッペリンとかさ、なんかさ、クリームとかさ、そういうの弾いてくるんだよね。結構渋いんだよね、あの隣のさ、ギター少年。まあ、昔から俺言ってんじゃん、隣にギター少年いるって。俺に感化された、いや多分ね、ありえなくないんだよね。俺に感化されたってのは。バンド始めてる可能性ある。うん、そうそう、渋いよね、クリームとかさ、マジで。お茶はガーザンス。あ、ちょっと待って、ちょ、これお金ください。ちょっとじゃあこれでお金もらって、少年ももう大人になったよ。うん。上手くなってそう。うん、お茶ばっかりです。これでちょっとお金もらって、ちょっともう今日は終わらそうかな。またちょっと明日とか明後日とか、ツアー前にはまたもう一回あるよ。ベースやってない、ギターだけ。お茶ばっかりです。この配信を見てるかもしんないからね。いやぶっちぎって、俺この団地、同じさ住んでる人がさ、この配信見てるって考えたくねえけど、ありえる話なんだよね。お茶ばっかりです。うん、いやありえる話だよマジで。精神薬ありがとうございます。うん、いやまああんま考えたくないけど、仙台は配信ありますか、知らん。お茶ばっかりございます。あれ今回だから、あの地下ライブハウスが地下の場所は無理です。お茶ばっかりございます。あ、仙台って場所どこだっけ。めっちゃ失礼なこと言うけどね、仙台連鎖、お茶ばっかりございます。あれ仙台ジャンクボックスか連鎖、どっちだよね。ジャンクボックス、あジャンクボックスか。お茶ばっかりございます。ジャンクボックスってあれけど、あれあそこさ、電波届くっけ。精神薬ありがとうございます。札幌は届かない。あ、そうなんだ。だから届かないところは配信ありません。お茶ばっかりありがとうございます。うん、仙台地下なの知らない。あ、地下なんだ。え、でもわかんない、ジャンクボックスってけど配信したことなかったっけ。精神薬ありがとうございます。あ、で電波ないんだよね。配信したことあるけど電波が確かなんか微妙なんだよね。楽屋なんかジャンクボックスだけどできた記憶あるような気がするけどな、まだ。まあとりあえず配信あったら嬉しい。まあポケットワイファイな。札幌組ある意味、札幌はもう絶対ダメなんだ。配信は過度に期待しない。できなくはないってかね、なんかそんな感じだった気がする。お茶ばっかりです。ブツブツかも。うん。多分ブツブツ。まあ、そういうとこはする。なんかけど、配信はだからそういうとこ、だから、あとはさ、ツイキャスはツイキャス。俺だから昨日もさ、まあお前らもほとんどニコ生リスターだと思うけど、精神薬ありがとうございます。ニコ生、やっぱね、俺はね、ツアー中はね、僕はね、やりたいなとも思ったりすんだよ。お茶ばっかりございます。うん。まあ、昨日やっぱさ、やっぱ公式ニコ生やってさ、お茶ばっかりございます。職人さんとかさ、やっぱそういうのがやっぱニコ生の良さもあるから、ツイキャスでもやるよ。ちなみに。そこはツイキャスでもやるから。あ、昨日は雑談の、まあ久々に、そのライブね、ライブの方ね。まあそれはちょっと一応メンバーにも確認はします。ニコ生やらなかったら NG 食らったって思ってください。はいうん、全部ツイキャスだったら NG 食らったと思っといてください。ニコ生、まあまあけどやっぱツイキャスでもさ、俺思うけどツイキャスもさ、けどさ、運営さんもさ、でもまあけどツイキャスの良さあかんね。俺は使わないけど、ちなみに俺は多分使わないけど、ツイキャスも、なんか匿名、なんかこっちで配信者側でさ、スイッチオンにすれば全員匿名になるっていうさ、機能つければいいんじゃないかな。ね。そしたら、他の配信者とかもっと、なんか伸び伸びコメントできたりすんじゃないの？って思うんだけどね。俺は使わないけど俺は多分使わないけど、まあ、使うときは使うかもしれないけど、大体使わないかな。いいなそれ。
その機能だから俺も気分では急に殺伐したりとか、いや別にそんな、まあわかんないよ、その他の配信者は知んないけど、まあツイキャスもこれでもいろいろあるけどねって、ああ使わんのかい、いや僕は気分ですよ、メガネが広がってない、顔小さくなったんで汗かいて、なんで匿名に従うの、同じじゃないの、いや違う、あのね、同じじゃないじゃなくて、やっぱコメントやっぱしやすいっていう人わかるもん、コメントができないあのねいる人がやっぱいるってのは俺もわかるもん、それは、うん、そのツイキャスやっぱ名前見えるからさ、名前見えたりとかいろいろあるんだろう、空気感とか、うん、だから匿名だとそれで調子に乗ってどんどんコメントするやつがえ、まあそれがだから良しとするか悪しとするか、俺は大体良しと思ってないからだからあんまり使わないって言ってんだけどそうだからだからニコ生でいいやって思ってんの、そういう時は俺はだから、じゃあ俺の話をしてないんだよ、俺の話をしてる、他の配信者はそういうのあったらもっとコメントしやすくなるんじゃないのかとってかね、そうだ、野田総理とかあそことか絶対匿名の方がいいだろ、あんなガチガチのニコ生配信者の人とかは、うん、俺はまた別の話ですよ、僕はニコ生やるからその時は、うん、野田総理の話です、うん、俺の話じゃないです、そう客観的に見て、でもなけどけどそう言ったらもうニコ生からパクっちゃえばいいのにね、うん、もうニコ生今さあのさいろんな事件もさあの起きてさあの悪いニュースばっか出てるからさあのコメント流れる機能とかさあれパクっちゃえばいいのにね、あれ別に特許取ってるわけじゃないでしょなあ確かにな、野田くんとどめ刺すな、うん、いやね、こうやってコメント流れる、これもオンオフ機能をつけてさね、パクっちゃえばいいのよね、そしたらマジでニコ生もう匿名オンオフ機能と匿名性オンオフ機能とコメント流れるオンオフ機能がツイキャスについたらやっぱちょっとなかなか致命的になるよね、ニコ生にとって、いや別に俺ニコニコの敵じゃないからね、だって俺ニコニコチャンネル持ってるから、あれニコニコがなくなったら誰が困るって俺なんだよだからどっちかというと僕ニコニコ応援派だから、ニコニコ頑張れ、ニコ生なくなっちゃう、頑張ってくれ、そう一番ダメージ食らうの俺だから、収入源俺がもうね本当にね、お金的な意味で大ダメージを受けるから、僕はお金的な意味では大ダメージ受けますよ僕、うん、あんなんなくなっちゃっていいよ、てめえが消えろボケ、お前がブラックホールに吸い込まれて消えろ、本当にニコニコは大切なんだよ、本当によニコニコは衰退していくと思うが、そういやいやまあいや頑張れ、頑張ってもらいたい、いやなんだかんだけどね俺ね、やっぱ向こうなんだかんだまだニコニコチャンネルあのプレミアム会員って150万人だよ、けどまだ150万人ぐらい、なんだかんだけど向こう10年20年はね地道に続いていくと思う、あとメンタリングデイゴがあいつがニコニコチャンネルの会員人数10万人いるからニコニコチャンネルの人たちが収入、まあ、あの、奉仕してるから、会社に。なんだかんだ俺はね、そう。プレアカの人もいるし、そう。メンタリスト大悟さんもいるし、うん、幕末志士もいるし、いろんな人いるから、あとレトルト、あ、キヨさんもいるし、ね。だから結構いろんな人いるから、なんだかんだ俺はね、稼い頭が いっぱいいるから、ニコニコって。なんだかんだね、そう。まだ余裕ぶっこけると思う、いきなりそう消えるとかはないと思う、もうだなんで、あちょっともうこれで終わりにしよっかな、別に眠たくないけどちょっとあの治安的な意味で終わりにしますわ今日は、デイゴだメダリストダイゴさんすごいよね、うん、ダイゴはすごいと思うマジでな、寝るのって寝ないよ、眠くないよ、だって俺夕方5時に起きたんだよ、全然眠くないよ、
でも俺ニコニコ、あ、ニコニコチャンネルの話だよ。ちょにブロマがやる、じゃあ俺ツアー中とか本当ブロマがやる時間とかさないからさ、ブロマが一気にやりたいんだよね。本当真面目でしょ。俺ツアー中とかは本当にね、ブロマがツアー中は本当にライブがいっぱいあるから、ちょっと自分の時間が少なくなるから、ちょっとツアー前とかにいっぱいやっとかないとなっていう考え方に毎回ちゃんとなってんで、偉いでしょ。ニコニコチャンネル入りな。本当に俺ね真面目だから、マジで真面目だから。夏休み宿題先にやるタイプ、いや、ちょっと ブロマがさすがにね、そう律儀です。最後にじゃあ何歌う、なんかもう雑談するとマジでもう 歌う気なくなってくるからさ、ちょっともう雑談するのちょっと減らしていくね。やっぱ今後気をつけねえと。まあ雑談するときはしてもいいんだけど、お休み、お休みって別にだってさ、あの弾き語りで、ちなみにお休みは僕ね、何の影響を受けたと思います？のこさんもね、あのたまにね、もうほんとたまにしかないんだけど、なんか影響を受けるって、他のアーティストに。お休みは誰に影響を受けた曲だと思いますか？誰を、なんか今影響っていうか意識、影響じゃないね、意識。当ててみてください。いるかな、当てられる人。これいたらすげえな。えんや、ちげえわ。えんや、ちげえよ。セカオは違います。ブラー違います。パフューム最近の人じゃないね。とうん、セカワじゃない。え、そんなセカワに聞こえる？マジで？グレゴリオ聖火、俺、誰だろう？ヒント、ユリ・ゲラー。外人？うん、外人。マイ・ブラ、予約、戸川淳さん。ヒント、ないと無理。海外ですか？うん、海外です。海外です。海外、お休み眠く。歌手なの。歌手、シガーロス、違います。サカナクション、違います。エベツ、部族の子守れた。エベクツイン、海外、デーモン・コグレ、ビートルズ、レディオヘッド。まあレディオヘッドは分からんでもない、でも違う。タトゥー、うん、レディオヘッドってのは分からんでもないよ。ピンクフロイド、オアシスけど意識したっていうのはある。オアシス、ピンクフロイド、フレー、みんな知ってる。いや、みんな知ってるか知らん、いや、みんなそんな知ってないと思うから、出てきたらすごいって言ってんの。当てたら本当にね、僕ね、空気あげるよここで。な、出てないな。スティーブン・タイラー、グレートフル・デッド、ちげえよ。どこがグレートフル・デッドなんだよ。キング・クリムゾン、あ、じゃあ本当にトム・ウェイツ、あ、近いね。近いけどトム・ウェイツ違うな、うん、まあ近いっちゃ近いね、トム・ウェイツ。ケミカル・ブラザーズ、ビーチ・ボーイ、レッチリ・ニルバーナ・キュア・マイ、ディア・ザ・クリムゾンって、いや違うな、やっぱ出ないな、出ないな。あ、じゃあ、じゃあもうヒント言います。イギリ、イングリッシュ、あの、いや、ね、イギリ、レナード・コーエン違います。あの、トム・キャット違います。あのね、まあ、あの、こういう感じ、弾き語り的な。なんか意識した感じはね、あれ、スミス、イギリス、うん、イギリス。うん。まあ、この意識したっていうのもね、まあ、そんな別に後付けなんだけどね、ぶっちゃけそこまで。うん。亡くなった人、あ、そうです。あ、まあそこも言っとこう。亡くなった人です。あ、もういません。はい。死んだ。おい、セクラ、死んだ。トム・ウェイツかニール・ヤング、うん、まあ近いっちゃ近い。死んだ。これここまで来たら分かる人は、エド・シーラン死んでねえだろ。エド・シーランの曲ってけどすごいよな、あれって。エド・シーランってすごいよな、ワンコードでさあそこまで聞かせられるってすごいよな。うん、あなたシェイプオブユー、あなたまだまだシェイプオブユーって、あれだってワンコードほぼワンコードなんだよ。日本、あれエド・シーランって日本だったら絶対流行んないよね。コメント見てるけど今んところマジでない。エド・シーラン、いや、いいって言ったら、まあ俺別に好きだけど、日本だったら絶対あれ受けないよな。エド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーってほとんどワンコードで、俺ちょっとコードわかんないけど、ああいう曲だ、まあけどみんなも曲知ってるっしょ。うん、あんまりなんか日本、好きなんだけど、いいけど、なんか受ける曲、日本で受ける曲じゃなくない？エド・シーランの曲って。グリーンデイとかクソみてえなコメントばっかな、ほんとにな、これは。なあ、
ビートちげえよ。で、マジで出てこねえじゃん。え、もう死んだ人っつってんじゃん。ビートルズ生きてんじゃねえかよ、めちゃめちゃよ。なあ。ぜえ、ちゃって、もうやっぱみんな、ちゃって、みんな結構出てくるもんだと思ったんだけどな。お前やったら出てくると思った。うん。男でさ、まあ、これもう答え言っていい？もうマジで出てこないから。うん、トリアスビッグ。たぶん、ノートリアスビッグ。なんでお休みでノートリアスビッグなんだよ。ああ、これシステムオブアダーかっこいいよね。いや、全部違います。キース・リンと違います。あの、ジェフ・バックリーだよ。ジェフ・バックリー。うん。ジェフ・バックリーだよ。これでわかるっしょ、なんとなく。うん。なんか、ジェフ・バックリーは。リビル、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 リビル。まあけど、なんかこういう感じ、なんかその、さっきのコメントであったレディヘっぽいっていう感じもわかる。うん。でもね、やっぱね、ジェフ・バックリーっぽいなとは、ちょっと思うな。まあそこはね、僕のね、そう、溺死した人、溺れて死んだ人。けどそこはやっぱね、ちゃんと僕のことフォローするけど、神聖かまってちゃんの味で足して僕の曲に、ものにしてるよね。イギリスじゃねえから、そいつ。あれそいつアメリカ人だっけ？うん。まあ、とりあえず死んだやつです。うん。いや、トム・ウェイズ近いっちゃ、だってギター、アコギ一本でさ、日渡るなんてさ、近いじゃん。トム・ウェイツとジェフ・バックリー。うん。アメリカ人なんだ。あ、そうなんだ。アメリカ人。うん。思い出したわ。アメリカ人でした。けど、みんなのが詳しいね。みんなのが詳しいな。うん。すいません。ごめんなさい。イギリスって言って窓はしまして。ごめんなさい。はい。アメリカ人なんだ。そうなんだ。一番有名な、ハレルヤね。うん。トム・ウェイツはピアノだわ。トム・ウェイツピアノか。あ、そうか。俺なんかと勘違いしてた。うん。あれ、俺が思い浮かんでんの、なんだった？まあ、なんでもいいや。まあ。みんなのが詳しいな。みんなのが詳しいね、弱く。はい。トム・ウェイツの声渋いよな。俺、アルバム1枚だけ買ったんだよ。なんか一番名盤。一番の名盤って呼ばれてるやつを僕トム・ウェイツは買って、うん、トム・ウェイツはけど、もうやっぱ酒飲みたくなるよね。うん。トム・ウェイツけどその一枚しか多分知んない俺。うん、あんまり知らん。みんなググったんだよきっと。いや、俺より詳しいやつ絶対いると思うよ、いっぱい。すごいな。お休み欲しててお休みやったじゃん今。リビル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 。トム・ウェイツ何言ってるかわかんねえ。だってあいつアル中じゃん。トム・ウェイツってアル中でしょ、ガチの。トム・ウェイツけどまだ生きてるよね。ファーストでいい。多分俺それしか聞いてないと思う。うん、多分その名盤か分かんない、ファーストか分かんないけど。うん。でもああいう音楽いいよね。なんかロックバンドマンとかロックミュージシャンとかロックバンド系の人って年取るとさ、ああいうなんかさ、しなびたおっさんみたいになったりするよね、弾き語りで。なんかギターアコギ一本とかピアノとかでさ、ね、俺もこんな風になっちゃうのかな、将来。ね、やだな。うん。いや、それもそれけど、いいんだけどね。まあ、嫌だなって言うけど、別に、嫌だな。聞く分にはけどいいよね。うん、でも、だってさ、俺さ、日本のさ、最近の人だとさ、やこ、なんだっけ、あの人、俺の話を、おい、そこ、俺の話を聞けもいいよ。そっちのね、クレイジー系マンの好きだけど、おい、そこのわけの、俺の歌を、夜行線か。めっちゃ良いよ、ファースト。聞いて、竹原ピストルさんよね。俺好きだよ。俺好き。CM でよく流れてるけど。竹原ピストルさんはもう、
法学会の両親って感じする。この腐り切った法学シーンの両親って僕は感じがして、だって CM めっちゃみんな見るけど絶対聞いたことあるよ、 CM バリバリ流れてんじゃん、めちゃめちゃ CM 流れちゃう、声もいいしさ、あライブで聞くとマジでよかった、本当にライブ見たことない、でも良さそう、あの人も多分アコギ一本でなんかやったりするよね、うん、確かにちょっと意外か、このピストルさん、うん、ピストルさんって言っていいのか分かんないけど、俺けど普通に竹原ピストルは本当にいいなって思う、曲とか声とか、うん、フジロックの生配信とか、こんばんは、うん、いや別にストレートなのが好きってわけじゃないよ、うん、別にストレートにやってりゃいいってもんじゃねえよ、そこにセンスがあるかないかだよ、うん、味があるかとかセンスがあるかとか、やっぱ別にそんなザックバランにやってたって別にシンプルにしてなかったらそんなもんただのボン、ね、ボンクラにしか聞こえねえし、やっぱザックバランなものをシンプルにね、やっぱなんかコンパクトにこうやってキュッと誰にでも分かりやすくなんかこうやって伝えられる人っていうのが俗に言う天才っていうやつなのなんじゃないの、なんかそれはそんな世の中そんな風潮あるけど、そんな俺もそんな気はするよ、ごちゃ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 しね、別になんかそうそうそう、のこさんのことか、いやわからんわからん、俺もけどどうなんだろうね、ごちゃごちゃしてるとき俺もごちゃごちゃしてるよ、曲だ曲だってそうじゃない、ごちゃごちゃしてるごちゃごちゃしてる曲とあると思うけどな、振り返って、うん、おやすみなさい、今日夜空の虫と歌った、歌ってないよ、だってずっと家にいるもん、何を弾き語る、わかんない、時間って別にお前は気にすることじゃないでしょ、だってお前俺んちじゃないじゃん、俺が気にすることじゃん、こんばんは、警察呼ばれるのお前じゃないんだからな、なんかちょっと最後に一曲けどなんか歌おうかな、それともやめようかな、なんか酒もね、やっぱね、もうね、やっぱ缶ビール一本じゃね、やっぱねすぐね冷めちゃうよ、うん、もう酔い冷めちゃったもん、さっきまで気持ちよかったな、本当に、うん、さっきしんどきゃよかった、ああああ最近歌ってない曲何や、ちょっとじゃあそれや、そなんかそんな感じでやって終わりにしよう、なんか33歳夏休みとかさ叫ばない系にしよう、ちゃんと予防線張ってちょっと叫ぶのやめよう、世界と僕は変わり果てて、あれ世界と僕は変わり果ててマジで目悪くなった、これやってじゃあこれがエンディングテーマにして終わりにします、世界と僕は変わり果てて歳だけ取ってた、ちゃんと見てモナコインとこの夏の声を聞いているんだ、勇気を出せなかったこと結果がこの様、あの未来を避けたのは自分さ、空浮かぶ君の雲寂しげな夏、甘酸っぱい可能性をまだ秘めている、きっとこの先は叫んだって、君との夏はいつか終わるんだって、消えていこう水色の街中へ、ガキの頃見下していたような大人になったかい、同世代のバンドだって解散してゆくニュースばかりで、重卒からリスタートかな、他人事じゃねえ、あのニートにっこりと笑って、空浮かぶ君の雲寂しげ
夏案外泣いてちゃんだ人生クソな暮らしのきっとこの先は飼い猫だっていなくなる時が失っていくだもっと僕はいろいろと空浮かぶ僕の雲寂しげ夏33歳さ人生にただ疲れてるきっとこの先は寂しくって君の名前を呼ぶこともあるんだ消えていこう水色の街中へパンカン解かれてタン解かれて、空浮かぶ君の雲寂しげ夏甘酸っぱい可能性をまだ秘めている、きっとこの先は酒によって目が覚めた時失っていくだもっと僕はいろいろと空浮かぶ僕の雲寂しげ夏33歳さ人生にただ疲れてる、きっとこの先は叫んだって君との夏はいつか終わるんだって、消えていこう水色の街中への中へ中へ入り込んでいけてな、ああ孤独に染みる。さあ調子いいな。調子良くないよ。酔いが覚めたから今。あとは喉の調子も良くない。でもテンション感はいい感じ。うん、ソウルフルだね。今日はとってもソウルフルだと思うよ。調子は良くないけど、だから調子いいんでしょ。日語りありがとう、ありがとう。あのお茶バックタイムは次いつですか。ありがとう。あ、皆さんもありがとうございます、見てくれて。今もう12時半か。ゆっくり休むしか。ソウルフルだよね、わかる。うん、いやこのままね、僕もやりたいのは山々なんですよ。山々谷谷なんですよ。山々谷谷海海なんですよ。あと6分くらい。あ、本当に？あと6分、あと3分。あ、じゃあもう一曲やろう。もう一曲いきますわ。あと5分。あ、オッケー、最高でした、ありがとうございます。アンコールいきます。お金がちょっと降ってくるんで、じゃあそれで終わりにするわ、マジで。はい、それで終わりにするわ。はい、なんかねえかな。けど本当になんか今しかできない曲、なんか普段ライブでやってるような、口ずさめるように、そうなんだよね、やりたいんだよね、口ずさめるように。ゲーム実況、そんなちょっと今な気分じゃねえな。なんかねちょっとね、なんかね最近やってないやつ、一人ぼっちなんか久々だよね。いくつ、ちょっともうさ、コメント読むとさ頭がバグるだけだから、ちょっともう俺に選ばせて。今ちょっとまたアンケートコーナーやるからさ、ちょっと今はね、ちょっとね、あと叫ぶ曲はちょっとね控えたいから。なんだろうな、ちょっと待って、何歌い、いっぱいあるな。あ、おっさん、昨日おっさんの夢できてよかったね。なんかバグって、何がなんかトラブルあったよね昨日、忘れちゃったけど。なんか昨日トラブルあったよね、雲が、あのトラブルあってさ、おっさんの夢ちょっとやったんだけどさ、何のトラブルか忘れたけど、なんか昨日トラブルあったよね。
アンケート、あ、アンケート、アンケート中、あ、トラブルじゃなくて、アンケートは何だ、何ですか。ニコ生のアンケート中か。トラブル、あ、その間におっさんの夢やったんだ。おっさんの夢誰も瀬取りに入れねえかんな。なんかしんねえけど。まあそれは他にもあんだけどさ、みんなやっぱなんだかんだおのおの凝り固まってるすぎだよ、メンバーみんな。瀬取りになんか入れる曲、おっさんの夢はマジで入んないよなって気するな。なぜ、なんでかな、わかんない。いやまあ曲数多いからさ、別にハワイとかいろいろいっぱいあんじゃん。いや新宿駅とか、いや絶対なんかやっぱみんな何だかんだ凝り固まってるんだよ。曲たくさんあるからと思う、あるのにね。つか路上ライブではめっちゃやってくれるけどね。いやだから普段やん、いや結構だってさ、でもさ、あ、やっぱ弾き語りに合うじゃん、きっと良くなるさとかさね。夏の夜はおばあちゃん家に自転車出かけた。子供の頃はこんなことをよくしたもんだね。諦めない夢が確かにあるんだ。カセットテープから流れる星の空、やっとやばい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 。諦めない夢が確かに見えたよ。出かけよう今日の僕はさ、少し仕事しすぎてしまったんだ。あの時の僕を探しにきっと見つかると思うんだ。だって叶えてない夢があるから。カセットテープから流れる星の空へと走ってゆく昔の僕の落とし物。諦めない夢がたまにあるのさ。出かけよう今日の僕はさ、少し仕事しすぎてしまったんだ。あの時の僕を探しにと見つかると思うんだ。だって叶えてない夢がまだまだある、yeah! 僕はこうやって歳をとって朝になっていくんだって。渋滞の街の中が人生まんまって笑わせちゃうぜ。肝心なものはなんだ、手電に乗り遅れて何ぞりワンタイ。夏休みの宿題だって机に投げたまま、少年にはなれないさ。夜空の切なさを一つ持ってあとに続きを描くよ。きっと見つかると思うんだ。だって叶えてない夢がまだまだまだ夢があるから、夢があるから、まだ夢があるから、夢がまだまだまだ夢があるから、夢があるから、まだ夢があるから、夢がまだまだまだ夢があるんだぜ。タタタトゥルルルルルルイエありがとう。終わらず
またちょっと早い時間からできたらやりますわ。おっさんの夢やろうとは思ってなかったけどまあまあまあ、はい、ね、あんまりライブでやんないんで。はい、あのね、お茶爆とか精神薬ありがとうございます。プロだな。いやいや、プロじゃないよ。プロはこういうことできないよ最高でしてよかった。うん、むしろマジで味があるからこういうことができるんだよね。独学で、下手くそで、荒があって、荒削りな感じ、それはやっぱ個性だよ。お疲れ様でした。連日聞けて嬉しい。あ、ちょっとツアー前にもう一回だけ、本当にちょっと、本当ツアー、何日後？え、ちょっと待って、俺、移動日がもう3日後なんだけど。やば。明日は取材、あ、明日本当取材あります。明日仕事で、明後日仕事で、明後日仕事じゃねえか。明後日俺歯医者行くんだ。明後日俺この、喧嘩しておられた、ね、場所をちょっとね、直しに行きます。あさって歯医者でそう、ちゃんとツアー前にちゃんとあれ歯入れるからでもって3日後もう移動日です。はい、やばい、もう始まりますね。ちょっと僕も昨日のライブしてちょっと自信持ったんで、体力的に大丈夫だなって、うん、あとは喉のケアだけかな。まあ喉は本当にちょっとケアしますわ。ちょっと、もう4日後なんだね。ちょっとよろしく。もうだね。前泊ですよ。大体前泊するよ。うん、大体前泊する今回。そう、オリーブオイル。乾燥してきたから、はい、気をつけます。いや、ちょっと俺、そう、あとはあれだね。インフルの予防接種もどっかで受けに行かないと。今月。で、そう、風邪ちょっと皆さんも気をつけてください。そう、インフルそう流行ってるから、マジで。はい、ほんとインフルエンザかかって、お前らマジ会場来んなよ、ほんとによ。 ISIS みたいになるなよ。テロリストだからな。うん、タバコも控えるの。タバコは裏で吸います。はい、みんなの前では吸いません。酒もね。インフルだから控えます。でもほんとに控えるわ、ちょっとは。インフル今年バカ、本当にそんな流行ってんだ、インフルエンザ。マジか。インフル注射しないよ。だ、注射してから2週間後でしょ。注射してから2週間後でしょ。予防接種はだから今月中に受けに行こうと思ってんだけど、俺歯医者とさ、取材があって、あともうツアーあるからさ。だから来週か再来週、でももうツアーなんだよね。ツアーか仕事なんだよね、ほぼ。だから合間どっかでちょっと、あー、そっか、ワクチンがなくなるかもしれないとか、そういうのがあるか。去年の10倍？マジで？え、去年の10倍？ぶっちゃけけど、これって俺だけの問題じゃなくて、みんなもそうだし、メンバーもそうじゃん。え、てか、メンバーも受けてんのかな？予防接種。こんな話してないよ。うん。明日ちょっと仕事あるんで、まあ、忘れます。この話は。ちょっと、メンバーみんなおのおのちゃんとしてくれたらいいと思いますわ。やばいね。4000円とかさ、ほんとさ、払えない人払えねえだろ、ほんと。めちゃくちゃ言うなよ、ほんとによ。タダにしろよな。せめて100円とかにしろよな、こんなさ、ワクチンさ。まあ、こんな勝手なこと言えないけど。10倍ってやばい。けど、ほんとに早めに、てか、お前らも早めに受けないと、ワクチンがなくなっちゃうよ。うん、俺も人事じゃないけど。ワクチンがなくなっちまう。うん。早めちょっとマジで受けないと。マジで。会社負担だ、こっちとら。ああ、けど俺も事務所出してくれる。ざまあ見ろ。俺もそうだよ。事務所出してくれるよ。受けたら。うん。多分、今年も。いや、注射痛いからね。あとちなみに言うと、予防接種はマジで痛いっす。俺去年、受けたけど、本当になんか腕が取れるかと思った。そんぐらい痛いけど、やった方がいいよ。はい、今年なんかもっと痛いんでしょね。やばいよね。うん、今日受けました。あ、やっぱ受けた人結構いるんだ。痛いのやだな。うん、まあまあ、うん、そんなに、うん、腕が取れるかと思った俺。今年もっと痛いらしいよ。うん、だから腕が取れ本当に取れるかもしれない。
下手な先生いるんだ。下手な先生だったのかな。上手い先生だと言いたくない。あ、そうなんだ。ちょっとわかんねえ。ちょっと俺、こっちは今月どっかでちょっとマジで受けに行くね。ちょっとやべえな。やべえな。今、俺ほんとさ、俺、あのさ、先週 39.8 度の熱が出た時にさ、思ったんだけどさ、ほんとさ、俺こういうさ、この時間にさ、デリバリーがあるといいんだよね。一緒、ドクターデリバリーって。アプリでこうやってドクターデリバリーアプリがあって、あのこうやって Hey Siri Come on Doctor って言うとドクターが来るの。デリドクドクターヒルルク、 Uber Eats 的な Mac とか出前館とか。でもそういうのはさすがにやっぱドクターもそんな暇じゃねえ。なんかダメなんだね。やっぱそういうのってやっぱダメなんだ、いろいろと。まあドクターも大変だから。うん、まあそっか。そうなんだ。デリバリーは怖いよ。あ、そうなんだ。金次第だろ。医者が過労死するわ。まあそっか。いや、あったら、いやほんとね、僕は 39.4 度の熱やった時、あったら便利だなって。この時にドクターヘリコプターがあったら、ね、ドクターヘリコプターってなんだよ。ドクターヘリコプターってアプリがあったら、ヘリコプターでドクター来てベランダに到着して、うーって。だって俺ほんとずっと苦しい、寝れなかったんだもん。ほんとに寝れなかったんだもん俺。39度熱、あの先週。真面目に一人暮らしのさ、いや俺一人暮らしのインフルエンザは未だにないんだけど、先週だから小学生の時以来に39度熱出たから、一人暮らしの39度きつい、きつかったやっぱコンビニとか、だから俺車ほんと130キロで飛ばしてさ、翌朝車飛ばしてさ行ってさ、いやーもうほんと辛いよね。いや、いろいろ辛かったし、気持ちよかったし、一周回って気持ちよかったし、なんかフラフラして。いや一人暮らしはこういう時やっぱほんとに、いやインフルエンザ俺まだかかってないから、インフルエンザになったらもっとやばいんだと思うわ。かわいそうする。モノくんにお願いしてよ。モノくんなんかあれだろ、あの、メンコとか木しかくれないだろ。あいつに頼んだって。LINE したってさ。ね、メンコ、なんかそういった木材とか。インフルじゃなくてよかったね。いや、だからインフルじゃなくてよかったよ。ナチュラルハイ。だよ。はよ結婚しなよ。あ、だからこういう時に、まあ確かに相手がいるといいって言うよね。うん。いやー、まあまあとりあえず、ね。まあ皆さんも一人暮らしの人でも何でも、ちょっと気をつけて。まあ今絶賛風邪ひいてる人いると思うけど、まだあの今週いろいろあるんで、ちょっとあとはツアーよろしくお願いします。はい。いや、とりあえずじゃあね、もう終わりにするわ。ちょっと俺もうマジでブロマガとかそういうの、曲作りとか一応どうしよっかな。今日マジでブロマガやっかな。はい、そんな感じでやります。おやすみなさい。じゃあね、じゃあね、おやすみ、じゃあね。はい。もうって何が？俺もやることは。うん。でもちょっとツアー中けど、ほんと昨日ニコ生やったからだろうけど、俺の中でニコ生熱が出てんだよね。こんなこと言ってる限りは、ツアー中ニコ生いきなりやろうぜって。ニコ生熱がちょっとね、やっぱ昨日久々にニコ生やって、やっぱね、ニコ生もやっぱね、ちょっと楽しかったんだよ。ちょっとっていうか大体楽しかったんだよ。うん。そうそう、久々だとやっぱ面白いね、ニコ生は。うん、やっぱ久々だと面白いんだよ、ああいうの。だから、でもツアー中も、まあ、本当に1回、2回はやれたらいいなって思ってるよ。まあ、本当に。うん。1回、2回は。うん。今からニコ生やって満足しとこうか。あ、いや、今からやっても、絶対つまんなくなる結果になると思う。やんなきゃよかったって。いや違うんだよ、やっぱたまにやるからいいんだよ。俺本当思うよ、毎日毎日グダグダやったらダメだと思う。それは別にツイキャスも同じなんだけど、うん、やっぱそういうもんだと思うわ。まあ聖域もね。はい。まあとりあえずさよなら。じゃあね、ありがとうございました。はい。